です。ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。今日も堀江貴文のブログでは言えない話から Q&A コーナーのピックアップした質問にいくつか堀江さんに答えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは今日の質問です。前回企業を促進するための政策として規制緩和に尽きるという回答をいただきました。企業環境やビジネス環境を議論する際の論点として資金調達や産業政策や補助金といったものばかりが議論される中、私も規制緩和や加えて税制の問題が重要であると考えます。撤廃することによって得られる便益が大きいものや不毛すぎる規制、堀江さんが特に緩和すべきであると考える規制を具体的にいくつか挙げていただけないでしょうか。論文の参考にしたいのでという質問です。はい、今日も、はい、質問に答えていきたいと思います。お願いします。ということで今週はミスウィークということで、本日はミス慶応2013候補者野口ありささんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。工学部3年生、はい、なんとあの堀江さん、はい、IT 女子ということでプログラミングができるらしいんです、はい、中高生にプログラミングを教えていると。教えていると、はい、なるほど、どこで覚えたんですかそれ。独学です、基本的に。あ、いいね、すごいですね。やっぱちげえな、慶応の人の頭って ね。でもなんか SFC っぽいけどね、だったらね、よく言われます ね。でも工学部なんですよね、はい、じゃあ法律も勉強しつつ。政治学科なので主に勉強しているのは政治学ですね。なるほど、全然違うじゃないですか。そうですね。ホリエモンチャンネルということで、あの質問いきましょうか、はい、質問に答えていきたいなと思います。はい、私はこう答えました、はい、例えば電波、うん、免許オープンにしてオークションにしちゃえばいいのにとか思います、うん、というか免許って名前のつくものは全部やめてしまえばいいと思います。おう、実際自動車運転免許だって定期的に実技の試験とかないくせにペーパードライバーがゴールド免許を持ったりして意味不明というか。いや、ほんとね、あのフリードマンっていう人が資本主義と自由ってことなんですか。私公共経済学のゼミ入ってるので、うん、それは何回も読んでます。でフリードマンが言ってるのは、うん、要は規制緩和で免許なんか全部なくしちまえって言ってるじゃないですか、彼は。彼はそういうふうに提唱した、ね、医師免許でももう弁護士免許ですら必要ないと、うん、医者だってそうだ。で、うん、今その例えば町の医者とかにかかっても、うん、分かんないんだよ自分が何の病気なのかって。なるほどね。僕一回皮膚病みたいになって、ね、はい、まあゴルフ場かなんか多分毛虫に刺されたんだけど、腕がもうこんなパンパンに腫れちゃって、でちょうどゴールデンウィークで病院行ったわけです、うん、そしたら当直の医師しかいなくて、いやなんかステロイド剤でも出しとくかみたいな感じで、もう全然治らなくて、なるほどね、で後日 2,3 日経ってちょっと腫れが引き始めた頃に病院に行ったら、うん、皮膚科の先生かかったら、これはこうこう毛虫にも刺されたんじゃないかなっつって、なんか変な抗生物質みたいなやったらすぐ治っちゃって。なるほどね。もうだからその医師だってそんな適当だし、だったらもう本当にあのネットでも問診票書いて、それでも判断した方がむしろね正確だったりするんですよ。だからそういうのも含めて、なんかね、その免許制っていうのはどっちかっていうと、うん、その官僚の人たちが自分たちでこう利権をコントロールするためにあるんじゃないかなというふうに思いますけど、うん、どうですか、なんか農学部3年生本にも参入障壁を高くして自分の利権を守るために免許制っていうのは今ずっと続いてるからなくすべきだみたいなのが書いてあって、私もまあその通り賛成派ですか、うん、なるほど。だからもう免許っていうのはもう基本的に、はい、いらない、うん、じゃあということで最後に、はい、あのあれ皆様に向けて野口ありささんも好きな食べ物、はい、アイス、はい、うん、アイスを好きなんですか。いやあのねここにいるんですよ、アイスマンさんっていう、はい、アイスマンさん、まあそんなに、はい、まあ、どうでもいい話じゃあすいません、じゃ あの最後にカメラに向かって一言自己アピールお願いします。アピールお願いします。エントリーナンバー2番の法学部政治学科3年野口ありさです。三田祭でミスコンが終わるのが11月24日なのであと3週間ぐらいしかないんですけれども、ツイッターとブログを更新しているのでぜひチェックしてください。よろしくお願いします、はい、野口さんでした。ありがとうございました。メルマガの登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル、チャンネル登録もよろしく。できた。